主、わしは伊賀の棟梁桃地丹波じゃ。実は織田信長の次男信雄が軍勢を率いてこちらに攻めてくるとの情報を得た。ここも壮絶な戦場になるに違いない。そこでお主たちに頼みがある。よく聞いてくれ。携帯電話の電源は切っておくように。笑い事じゃない、大事なことだ。また音の出ないような処置よろしく頼むぞ。そして毒による攻撃があるやもしれん。可能な限りでよろしい。マスクの装着怠るなで。いいか。また陣の前面、そしてここ通路側、戦いに巻き込まれるやもしれん。その時はうまくかわせ。それしかない。最後になるが、許可のない写真撮影は禁止となる。じゃが戦が収まり、わしの合図でバシバシ撮ってもいいからな。全国にいる仲間たちに一人でも多く拡散してくれ。頼むぞ。以上の掟必ず守るように。それでは者ども戦の準備じゃ。おお、you
気を抜かす。おやじ、勝てることはいいじゃねえか。わしら分かったんじゃぞ。三つの攻め口、すべて伊賀の勝利じゃ。織田など恐るに足らん。なあ、伊丹、わしの言うた通りじゃろ。ああ、なんじゃお主、わしら分かったんじゃぞ。お前らもじゃ、わしら分かったんじゃ、もっと喜ばんか。あやと、調子に乗るな。おやじ、あれじゃ。天元様、天元、イサミ、ほっ、うわぁ、気づくめでない奴らじゃ。イサミ、早く、今の世の中とは信長もうまいこと言うたもんじゃ。小さき者たち、弱き者たち、滅びるが何時らの定めじゃ。何やっとるじゃ。天元、裏切るつもりか。もうつかんば。わしは伊賀を出て信長に着く。どういうことじゃ。芸人となるなら切る。アギさん、カンマ、今のあなたの腕でこのわしが切れるか。わしは切らない。我がもう中は最後の一人になるまでウヌは首を狙うことになるぞ。そいつは楽しみだ。待っておるぞ。おい、アリちゃん、おい、みんな、イサミ、なぜじゃ、なぜじゃ、なぜなんだ。
頭の首を取り、立てこもっているものをあぶり出さねばな。また寝返るものが出るやもしれぬ。お主、お持ちいたします。こっち来い。いかがしたレキュー。影時様、ような女がうろついておりました。女、ここは噂の砦と聞いてまいりました。きっとお役に立てるかと。お主も伊賀を捨てると申すか。綺麗な髪じゃのう。
いつでもわしの首を取りに来るように待っています。いい退屈しろぎができた。ついてまいれ。さあギリ。楓か、入れ。お主を呼んだのは他でもない。わしは身を隠すため、これより上野の玄三と名を改める。玄三ですか？よいな。は。老いぼれた下人の一人として、お主の下につく。遠慮はいらん。心してかかれ。俺の下に、今からですか？ああ、今からじゃ。かしこまりました。いて。おい、源氏！源氏！眉毛が薄い！え？隼人のところへ行くぞ。ついてこい。切り返しが早いな。待って。お父様、ただいま戻り申した。隼人、織田が侵攻を始めた。福地宗隆の寝返りによって北はほぼ焼き払われた。福地様が裏切った。じきに信楽、大和からも侵攻が始まるじゃろ。我ら忍びの鉄の掟が揺らいでおる。軍師であるお前の父丹波殿も桃地衆と共にどこぜ逃げてしもうた。伊賀の先方もままなってはおらん。まさかとは思うが、お主も。わしは裏切ったりしねえ。そう流行るな。せめておるのではない。とにかく今は進行してくる大将信勝の動きを探れ。信勝の首さえ取れば我らにも勝機が見えてこよう。はっ。どこに行ったんじゃ。
なんじゃ、楓か。ハヤト、どこ行くんじゃ。俺も連れて行け。お前には関係ないじゃろ。待ってくれ。お願いじゃ、戦に行くんじゃろ。褒美はいくらじゃ、わしも連れて行ってくれ。お前誰じゃ。おい帰れ、このじいさんは。上野の源蔵と申します。孫にペペ買うてやりたいんじゃ。頼む、仲間にしてらくれんかの。源氏、こっち来い。お菓子は割れますよ。ちょっと近づきすぎちゃったね。声色もほとんど変わってないし、絶対バレたわ。そんなことないと思うんじゃないの。おい源蔵とやら、孫のところに帰った方がいい。バレてねえ。お頭、俺の指示通りに動いてください。こたびの戦は2年前とは桁違いじゃ。もしもここに織田が攻めてきたら、田中明日逃げろ。楓、お前もじゃ。俺は行く。詐欺犬を探しに。どうしても探さないといけないんだ。どうしてもペペが欲しいんじゃ。ダメだ。詐欺犬のことはわしに任せろ。わしが必ず見つけ出してやるから。聞いとるんか、楓。お前、勝手に触んな。なあ、連れて行ってくれよ。ダメじゃ。どうしても。ダメじゃって言っとるじゃん。ダメか。詐欺リレーに男がいなくなってよかったな。お、急になんてこと言い出すんだ。俺は知っておるぞ。詐欺リレーのこと今でも好きなんじゃろ。おー、そうなのか。おー、なかなかやめねえ。まだ今はそんなこと言ってる場合じゃない。ハヤト、詐欺リレーのこと頼むよ。ハヤト、褒美を頼むよ。やらん。ちょうだいよ、お願いだから。隠れろ、誰か来る。どちら様ですか。てめえ、伊賀者じゃねえな。どこのもんじゃ。待て、わしは伊賀者と戦う気はない。黙れ。しつけ。わしは三河の服部半蔵じゃ。服部半蔵じゃと。半蔵って、あ、三河のなんとか半蔵って言ってたの。確か、カニ半蔵。違う。違う。エビ。違う。甲殻類から一回離れよう。エミ半蔵。いや、誰が笑いながら戦うんだよ。逆だよ、逆。エミ半蔵、ウンゾウムハ。いや、そっちじゃない。もういいよ。すいません。三河のみ半蔵。お前知ってんのか。だったらお前が突っ込むよ。仲間だ、責任持て。まあいいか。お前が綾人か。ちょっと待て。あ、そうです、そうです。俺は楓。源蔵と申します。今伊賀が大変なことは知っておる。わしの親父殿も伊賀の出じゃ。なんとかしたい。こたびはな、家康公の命で参った。家康の。家康様は本来同盟である信長側につかねばならぬみ。じゃがお主らが伊賀を出る覚悟があるのならば、かくまってやると申してくださった。だから。いらぬ世話じゃ。何。いらぬ世話じゃと言うたんだ。わしはな、わしが伊賀を守る。守るだ。北側の現状を知っておろう。こたびの戦は女子供忍びを問わず皆殺しじゃ。信長は本気でこの国を消し去るつもりだぞ。黙れ。わしは戦う。何のために戦う。伊賀を守るためじゃ。本当に守れるのか。守れるに決まっておろ。ガキだな。何じゃと。忍びの本部は何としても生き残り、任務を遂行するのが務め。敵の力を見誤り無謀な勝負を挑むとは、侍にでもなったつもりか。ならば今一度と。お前は何のために戦う。怒りか、
いじく。お前たちもついてくるな。待て。サギリ、一体どこにおるんじゃ。ここにおる。そうか、やっぱり。え、サギリ、やったー。サギリ、ここで何するんだ。何しにここに来た。いや、それは信勝の動きを探りにじゃ。ここにはいない。ここは危険じゃ。さっさとされ。ちょっと待て、サギリ、ここで何するんじゃ。みんなお前のこと心配しとるぞ。飼い主なんて探しとる。権限を打つ、それだけだ。そうか、ここに潜伏してるのか。サギリ、まずからお前まだ隼人には関係ない。関係なく関係なくない。敵取れれば勇美のことは忘れるのか。もうこんな私に構うな。サギリ、わしがお前を守る。そうではない。サギリ、わしのお前が好きなんじゃ。わしがお前を守る。わしじゃダメかも。なあ、サギリ。ここに信勝は来ない。青山峠じゃ。だがこたびは六つの方角から五万の兵で攻めてくる。逃げろ、ハエト。サギリ。わしがお前を守る。ハヤト、ハヤト。このバカ。ハヤト、ハヤト。おい、カミ。ハヤト。うるさいわ。お前。なんかここは今は戦時中だぞ。どこから敵が来るやもしれんぞ。静かにしろ。上帰り決めろ。見てみろ、綺麗なお地蔵様じゃ。そうじゃの。結婚してください。玄蔵拝んでまいりま。姉ちゃんが見つかりますように。褒美がもらえますように。眉毛が濃くなりますように。そうそう、幼少の頃眉毛のゴブ狩りと言われ、いじめられて辛い。おい、
辛い過去を思い出させるな。しかし驚いたのう。この辺りはもっと騒々しいと思ったんじゃが、静かじゃな。楓、お前の言った通りだな。ああ、この砦はおそらくおとりじゃな。おい、お前たちなんでついてきたんじゃ。なんでって、隼人、どうしても先にねえと会わねばならぬと。デビが欲しいと言ったはずだ。もう仕方ないの。ここに信勝は来ない。この砦はおとりじゃ。なんでそのことが分かった。サギリが教えてくれた。サギリ姉に、サギリ姉になったのか。ああ。なあ、ハヤト、サギリ姉は裏切り者なんかじゃねえ。信じてやってくれ。大丈夫じゃ、安心しろ。わしも信じとる。とにかく、このことを音羽様に伝えるんじゃ。これはこれは、ようこそ我が砦。上影時様じゃ。兄者、なぜここにおる。わしは信長様配下となった。ここにおるのはそういうことだ。嘘じゃ。弟子がおったのか。ならば仲間に迎え入れようか。また裏切り者かよ。めんどくせえ。いや、こいつらは考えが甘い。戦場に甘さは命取りじゃ。兄者。そうか、仲間に加え入れることができなくて申し訳ないの。あやと、わしが切れるか。そのような覚悟ではこのわしは切れるか。では、いらぬ駒は排除するとしよう。分かった、分かったよ。何じゃ。帰れ、源氏。おう。死ぬんじゃねえぞ。敵は青山峠に進軍と伊賀に戻って伝えろ。分かった。あと、俺もここに。いいから行くぞ。おい、Yes!
丹波の居場所を知っておれよ、試合。それは良い知らせじゃ。際に長けているのは楓、お前のおかげと聞いておる。丹波はお前の師匠だろう。ここまでは筋書き通りだ。やつは最後までやり遂げるぞ。喋ろうが伊賀は滅ぶ。要は早いか遅いかの問題だ。ならばわしが蓮元、お主は伊賀へ向かい、信勝様はすでに伊賀に入っておられる。頭衆どもの居場所の案内頼むぞ。頭をやればただの右近の衆、ここはわしがやる。
外はもう攻め入ったのか。もう火の海よ。ここに伊賀の抜け荷はおるのか。お主何も知らんのだな。信長様の兵力を前に織田に寝返る忍びたち、賢明な判断だ。だが2年前は散々だった。抜け人の案内は失敗するわ、ほとんど死ぬわで使い物にならん。代わりに入った天元以外はな。代わりに。だがこたび信長様は本気になられた。圧倒的な兵力じゃ。もう抜け人は必要ない。お前ら今の山猿は調子に乗りすぎた。代償は高くつくぞ。死ね。隼人、銀次、お呼び。これぐらいの軽装に気づかぬとは、お主もまだまだじゃの。桃地丹波、これは貴様の仕業か。影時、お主が寝返ったと思った今物は我が桃地の配下じゃ。解放に時間はかかったが、砦をすでに包囲しておるわ。ここはもともとおとりの砦、今さらどう動こうが貴様ら伊賀は終わりだ。隼人、伊賀へ向かえ。分かった。天元を止めて捨てろ。おやじは大丈夫か。生きてこそ忍びの本部。当たり前のようなこと聞くな。わしを誰じゃと思っておる。さっさと行け。おう。生きてこそ。いや、人を欺いてこそ忍びか。笑わせるな。影時、わしは負けん。先に下がっておる。この桃地丹波、忍びとしての最後の任務じゃ。自分の思ったように進め。
俺はあの若息子に渡してくれ。よいか、生き残りし桃地衆はこれより三河の半蔵の配下に加わる。よいな。
じゃ、なんでじゃ。勝てるか、それとも逃げるか、さあさあどうする。お前が決めろ。わしはあの世で見ておるぞ。天元様、遂行した。楓の言う通り、2年前伊賀の中に信長を手引きしている者たちはすでに多くいた。それに気づいた天元は裏切り者を切り、他の内通者を探るため丹波に伝えて信長の軍門に下ったのだ。だが信長の勢いと兵力は凄まじいことをし、伊賀の領主たちに降伏を進めるように伝えたが、信長を恐るるに足らんと夜襲奇襲を繰り返し徹底抗戦を進めた。丹波の息子であるお前でさえな。それじゃあ信長の怒りは頂点に達し、圧倒的な兵力をもってこの伊賀の国を攻めることが決まった。そこで丹波と海では最後の策を講じた。我が主君徳川家康公に伊賀者を守ってくれと願い出たのだ。信長に歯向かった忍び桃地丹波、信長の軍門に下った忍び天元、どちらも家康公がかくまえば伊賀の疑いを持たれるとも限らない。いやむしろこの事実を知る者は闇に葬らなければならない。だが家康は
二人の命を差し出すことを条件にかくまうことを約束した。全ては伊賀衆が生き残るため、俺と桃地のお頭と天元様の策、隼人がどう動くかまで見守ることをお頭と約束したんだ。二人は伊賀を率いる存在を隼人、お前という忍びに託した。そして天元はお前に斬られるために待っていた。天元はお前に斬られなければいけなかった。伊賀をまとめるには英雄が必要だ。戦が始まった途端に姿を消した臆病者の頭の代わりとして、また仲間を斬って信長に願い、のし上がった裏切り者を倒した男として、二人の筋書きは見事だ。しかし天元を斬った後、お前がどう動くかまでは決められない。はい、伊賀と運命を共にすることを決めたのは桃地丹波と天元じゃ。これよりお前は桃地衆の頭として、どう動くつもりじゃ。伊賀衆は伊賀越えに加わった。その中には桃地の頭となった隼人の姿もあった。いいか、何としても家康様の命守らねばならんぞ。お前たちの命に代えてもだ。はっ。これより先の忍びとしての働きはお前たちにかかっている。分かっているか。はっ。隼人、隼人、これからはお前たちの時代だ。わしら忍びの戦いもこれからじゃ。We'll be right back.
写真を撮れるぞ。早く電源を入れて待っていてくれ。さあ、若いやつから年寄りまで粒揃いでございます。さあ、よろしいでしょうか。行きましょう。いいですか。いいですか。あなた手すぎですよ。よろしいですか。電通が僕に向かってないのは気のせいでしょうか。ドクター、ありがとうございます。よろしいですかね。はい、あと5秒。5、4、3、2、1、終了。